ロバート・ラングドン天使と悪魔、天使と悪魔は、ダン・ブラウン著のサスペンス小説。ロバート・ラングドンシリーズ第一作。アメリカでのポケットブックス社発売は2000年だが、日本ではそれによって2003年、角川書店から上下巻で発売された。日本語版の翻訳者は、越前都市や。同じく、ダン・ブラウンの著書、ダビンチコードが映画化されるに際し、 神中下巻に分冊した文庫版が売り上げを伸ばしたことから、本作も2006年に文庫版神中下巻3冊が発売された。2016年には日本語版で、小木野聖老と締めの純子の朗読によるオーディオブックがデータ配信でオーディブルにて配信。なお、ダヴィンチコードに続いて同名で映画化された。本作の舞台は、バチカン四国を含むローマ。 秘密結社イルミナティを名乗る者が起こす殺人を阻止するため主人公のラングドンが街を駆け巡る。なお本作では14世紀から16世紀の人物のガリレオ、ミケランジェロ、ベルニーニ、ラファエッドがイルミナティのメンバーであったとされているが、イルミナティはそれより以後の17世紀に創設されているため、作中の設定は本作独自のものとなっている。 小説の発表は天使と悪魔、ダヴィンチコードの順だが映画の制作はダヴィンチコードの方が早かったため映画においては物語の進行が逆転している。ハーバード大学のロバート・ラングドン教授はある日セルインの所長マクシミリアン・コーラからとあるアンビグラムの文章についての説明を求められる。その文章は同研究所の科学者 レオナルド・ベトランが何者かによって殺害された際、彼の胸に夜勤として押されていたものだった。レオナルドは最近、核エネルギーを量駕する半物質の生成に成功しており、その半物質も犯人によって盗まれていたことが判明する。ラングドンはその紋章を伝説的な秘密結社、イルミナティのものと断定するが、犯人と結びつけることには躊躇していた。 彼は手がかりを求め、殺害されたレオナルドの娘、ビットリア・ベトラと共にローマへと向かう。一方ローマでは、新しい教皇を選出するコンクラーベの真っ最中であった。にもかかわらず、新教皇の有力候補の4人が揃って失踪していることに、コンクラーベ進行役の数奇教であるモルターティは、不安と苛立ちを覚える。さらに、離れた場所では、 バチカンの警護を任されたスイス衛兵隊隊長、オリベッティのもとに監視カメラから奇妙な映像が映し出されていた。そんな中、全教皇の自重、カルロ・ベントレスカのもとにイルミナティを名乗る者から突然の電話が鳴る。かつて科学者を弾圧したキリスト教会に復讐するため、1時間に1人ずつ、拉致した新教皇の有力候補を殺害してゆくという。殺害が行われる。 場所のヒントに気づいたラングドンは殺害を阻止し、盗まれた半物質を発見すべく推理と追跡を開始する。ありがとうございます。